明林博物館は、1901年11月から1926年3月まで、名古屋市大曽根町にあった、明林中学校付属の自然博物館。大有徳川や第18代当主、徳川義礼の時、同家が、同志名各門前町七つ寺にあった、愛知教育博物館を紹介して、約5000種の動植物や鉱物標本などを展示、保管し、また研究していたが、 同家第19代当主、徳川吉地下の時、東京での徳川生物学研究所新設や名古屋の土地資産の整理を背景に、明林中学校と合わせて愛知県に移管され、1926年に廃館となった。標本の一部は1926年に旧生学習院博物学科に寄贈された。徳川邸内博物館、明林中学附属博物館、 博物研究館、徳川博物館など、様々な故障がある。1901年11月に、名古屋市中区門前町七つ寺にあった、愛知教育博物館を継承し、前年4月に設立された、明林中学校の付属機関として発足。名古屋市大曽根町の大有徳川屋第18代当主、徳川義霊の庭内に開設され、明林博物館と呼ばれた。 1904年7月9日の台風で研究館の建物が大破。学校の予算では修繕できなかったため、1905年度から博物館は尾張徳川家の直営となって修繕が行われ、動物飼育を止め植物園経営の拡大を目指した。1909年3月再開館し、翌4月16日に拡張された植物文化園。 草花園と合わせて、再び明倫中学校の付属機関となった。同年発行の私立明倫中学校の交友会始、明倫第15の博物館遠隔によると、敷地面積は818坪で、研究館と陳列館の二棟があり、陳列館では、鉱物約1340種、植物約1600種、動物約2000種、その他歴史風俗、 工業品等の資料、約2000点を収集していた。博物館は、明林中学校の生徒のほか、一般の参観者や他校の団体参観を受け入れ、名古屋博物学会などへの会場提供も行っていた。また研究機能を有していたことは当時としては、画期的な運営だった。1912年9月23日には、ノー平野を襲った暴風雨により、 博物館に再び大きな被害が出たため、明林中学校は予算上預金から修繕費用を支出した。1917年6月に、尾張徳川家は、明林中学校の愛知県立学校への移管の方針を決定、同年11月7日になどの条件で、松井茂愛知県知事と合意に到達、博物館事業も愛知県に移管されることになった。 1919年4月に、明林中学校は、愛知県に移管されて、愛知県立明林中学校となり、明林博物館は、愛知県立明林中学校付属博物館となった。その後、愛知県は中学校の移転地、移転費用を確保できないとして、尾張徳川家に依頼して、中学校校舎の敷地を譲渡してもらい、付属の博物館と植物園については、 一点先が得られないため廃止とされ、敷地は尾張徳川家に返還された。その際に標本類は愛知県立名林中学校に引き継がれた。1926年3月2日に、旧生学習院博物学科が愛知県立名林中学校附属博物館から、動植物、岩石鉱物等の博物資料などの寄贈を受けた。1926年3月末に、 メイリン博物館は廃館となった。ありがとうございます。